どうもこんにちは。まったり学び直し教室の続きをやってまいりましょう。で今回話したいことはですね、地方自治ですね。えー、地方自治に目を向けようということを簡単に喋っていこうかなと思っています。でですね、今回で政治の基礎シリーズは終わりになります。えー、もうなんかある程度基礎は喋ってきたかなと思っています。で、今までは国の政治について話してきたんですね。で、最後は地方の政治について話していこうかなと思います。まあ、国の政治ってやっぱりなんか自分と距離がありすぎて、 やっぱなんかしっくりこない分かりづらい、えー、なんか勉強したって意味がない感じがあるんですねでも地方の政治だとなんか身近に感じられるんじゃないかなと思っていまして、まあ、最後にね、えー、ちょっと地方の政治について話していこうと思っていますで地方で政治を行う機関のことを地方自治体 地方自治体には2つあります。都道府県バージョンと市町村バージョンですね。で地方自治体のトップのことを都道府県だと知事って言いますね知事で。市町村だと市長とか町長とか村長とか言いますね。まあ、これは住んでるところによって変わってきます。で、えー、国の政治だとトップはですね、まあ、総理大臣はですね、総理大臣は議員が選んでいますよね。議員が選んでいた。でも地方の政治だとトップは住民による選挙で選ぶことができるんですね。まあ、これが面白いところですよね。 えー、自分たちの投票によって自分たちの住んでるところのトップを決めることができるんですからねだがしかし、えー、投票率っていいうのはめちゃめちちゃゃ低いんですよね、えー、2019年の地方統一選挙だと、えー、投票率っていうのは50%を切っているみたいなのでうーんやっぱりそのせ選挙であれば政治家政治の無関心さが出ているなという感じです。 で、地方議会ってじゃあ何っていう話なんですけど、えっ、ー、と、地方議会っていうのは、国の政治でいう国会に当たるのが地方議会ですね。まあ、国会のまあ地方バージョンと思っていただけたらいいですね。ただ、あの国会だと、えー、任意制が採用されてましたよね。えー、衆議院と参議院と。でも、地方は、えー、地方議会っていうのは一院制になってます。で、えー、地方議員ももちろん選挙で選ぶことができますよね。ということは、あのーまあ、国のトップである、えー、首長とか、首長じゃない、えー、と知事とか、えー、市長、町長、村長。 も選ぶことができるし、地方議員も選ぶことができるということで、どっちも選ぶことができるんですね。いやこれはねなかなかやっぱすごいことですよ。やっぱりね、あの民意が反映されやすい状況にあるので、えー、まあ地方自治に興味を持つのがまあ政治への最初のねステップなんじゃないかなみたいな感じがしていますと。と で地方議会がやることといったら、えー、と地方自治体の方針を決めることや、えー、条例を制定することや、まあ、予算を決めていくことですね、まあ、つまり、えー、住民の生活に関わってくるんですねあの国の政治っていうのはなかなか、あのー、自分たちの生活がどれだけ変わっていくかっていうのは実感できないと思うんですけど、まあ、地方議会がやるその地方の政治っていうのは、えーまあ、かなりね、えー、自分たちの生活に関わってくるんじゃないかなと思います、まあ、つまり身近に感じることができますね、はい、じゃあ僕たちができること なんだっっていうととやっぱりね投票に行くことをですね投票率を上げていくしかなないでですねなんでかというと、この50%を切っている、まあ、特に若者だったら、えー、さらに低いでしょうね。じゃあ、そんな状況を見て、若者のために政治を変えるためにね、あの立候補しようって思う人、多分いないんですよ。だって、ちょっと頭よかったら、分かりますもん、こんなんじゃ勝てるわけねえって、勝てるわけねえから、立候補するのも時間の無駄だし、金の無駄だってなっちゃうと思うんですね。まあ、そういういことを そういうい状況が続くとやっぱり優秀ななななな人っっっていううのが選挙に出なくくなる、えーえー、立候補しなくなっちゃうんですよねやっぱりそれはダメだと思うので、えー、投票に行きましょう投票に行って少しでも投票率を上げていくことでおこここんだけ若者も投票行ってるんだったらもしかしたら自分が立候補したら、えー、当選するかもしれんな,いなみたいな、まあ、そういう優秀な人が増えていってもらえると良、えー、くなるんじゃないかと思うんですね。ということで、えー、僕たちができるほ 実際ね、あのーまあ、市議会議員とかのね、あのー、立候補とかされてる時の、まあ、情報とか見るじゃないですかインターネットのサイトであったり新聞であったりで情報を入れると「マジかよこんな人が立候補してんのかよ」みたいな「えー、誰にも入れたくないけど消去法でこの人に入れるしかないな」みたいな感じなんですよなんかそれだとやっぱ悲しいですよねなんか迷いたいじゃないですか「あこっちの人もいいしこっちの人もいいどっちもいいどっちに入れるか迷う」って感じで迷いたいんですけど 今の状況だと多分消去法で選ぶ人がかなり多いと思うんですね。はい。悲しいことに。まあ、ということで、優秀な人がたくさん立候補してくれるような状況を作りたい。そのためには投票率を上げていくことが大切なんじゃないかなと僕は思うわけです。ということでね、あのー、行きましょう投票に。なんか、あれですね、あの、選挙に行くとか政治の話するとかってちょっとなんかダサく感じるじゃないですか。まあこれはちょっと、年代によって多分分かれると思うんですけど、若い人ほどちょっと、 まあ、若い人ほど,ほどって僕はそんなすごい若,若いわけじゃないんですけどとなんか政治について話すと上を、まあ、頭固いなんかダセえやつだなとか思われちゃいそうな気がするんですよねでもやっぱりそういう状況から変えていかないといけないと思うんですよいや投票に行くなんて当たり前だろうと、えー、選挙に行くのは当たり前だろうと、えー、政治に関心を持つのは当たり前だろうというね、まあ、そういう ちょっと迷うね。なんかみんなが政治に対して熱かったらちょっとなんか嫌かもしれないけど、まあ、ある程度、ね、最低限のことはしていこうよみたいなそういう環境を作っていくのが、まあ、すごく大切なんじゃないかなと思うわけです。ということで、ね、ちょっと最後あの、えー、変な話になっちゃったんですけど、今回で、ね、政治シリーズを終わろうと思います。えー、今まで聞いてくださった皆様ありがとうございます。それでは。